今度スクールアイドルのイベントでチーム対抗サバイバルゲームをすることになったんですって。それで小鳥に衣装を作ってもらったんだけど、着慣れないせいかしら、なんだか落ち着かなくって。迷彩柄なんてなかなか着る機会がないじゃない。本番は銃を持ってゴーグルをするらしいんだけど、ところでサバイバルゲームって未経験者の私たちがいきなりやってできるものなのかしら。え？ルール？サバイバルゲームにルールがあることすら今初めて知ったわ。唯一知ってるっていうリンからは銃で撃って撃って撃ちまくるゲームとしか聞いてなかったから、ルールがあるのなら前もって勉強しておいた方が良さそうね。ねえ、あなたってもしかしてサバイバルゲーム経験者？よかったらいろいろ教えてもらえないかしら。